フズリナは、有効虫のうちフズリナ目に分類される絶滅した、原生動物の一群、防水虫とも呼ばれる。より競技には、そのうちのフズリナ属に分類されるものを言う。フズリナ目は、古生代に全盛期を迎えた、有効虫で、存続した期間は、約1億年。石灰質の殻を持っていたことから、石灰岩中に現れる化石として知られる。日本では、秋吉台や、 金星山などの石灰岩中に多量に存在することで知られ、進化の系統がよく研究されており、指順化石としても用いられる。古生代末に突然絶滅することから、中生代への転換期に起きた大量絶滅を証明する化石としても注目される。フズリナという学名は、ラテン語のフーゼスに小ささを示すウルスと、生物名を示すイナを付けたもので、 小さい防水系の生物の胃。別名のツムムシはこれを和訳したもの。単細胞の原生動物であるが、最終的には複雑な殻の形態、1センチメートルにも及ぶ大きな体を獲得する種も現れた。初期は円盤型で、球形、防水型と進化している。防水系の種では、長断面と短断面では見た目の形状が異なるので、注意が必要である。 温暖な地域の海底付近に住んでいたと考えられる。生死はともかく浮遊する時期もあったと考えられる。フズリラを含む石灰岩をムむ虫石灰岩というありがとうございます。